1973年、ノイマイヤーはその実力が認められ、フランクフルトバレエの芸術監督から一回り大きいバレエ団、ハンブルクバレエの芸術監督に抜擢されました。70年代にノイマイヤーが最も力を注いだのは文学に取材した物語バレエでした。例えばロミオとジュリエットはその斬新さによって多くの人々を魅了しました。戯れる少女たちの賑やかな会話が聞こえてくるようです。少女ジュリエットが一人の女性に成熟していく過程の一コマとしてノイマイヤーが選んだのは少女たちの入浴の場面でした。母の登場はジュリエットがもう子供ではなく大人になったことを教えます。女性のこのような細やかな心理表現にかけてノイマイヤーの右に出る者はいません。バルコニーの場面もノイマイヤー独特のものです。ロミオはジュリエットの空想の世界へと駆け上がるように階段を駆け上がります。そして愛が現実のものであることをささやくのです。二人は愛の世界を確かめるように共に階段を駆け下ります。その後に続く愛のパドゥドゥ、すべての仕草からささやきや語らいが聞き取れます。ロミオとジュリエットが成功を収め、さまざまな試みを続けていく中で、私は現代の人間関係をクラシックバレエの中にも取り入れようと思いました。そしてバレエが伝統に閉じ込められすぎていることに気づいたのです。実際クラシックバレエは飲酒に満ちていました。クラシックバレエを振り付けるということは
眠れる森の美女とかくるみ割り人形などを振り付けることを言っているのですが、バレエを単に今までこのように作られていたからという理由で作ってはならないと思います。まずバレエの原点に戻らなければならないと思いました。私はそれをくるみ割り人形で試みました。